広瀬直也です、現在はロンドンで活動させていただいております、自分の身の回りに起こる問題や環境問題をテーマに絵画をベースに制作させていただいております、皆様泊まり店どうぞ楽しんでいってください。ありがとうございます。今回は、パリの前とパリの後の作品を比べていただくというテーマで、パリのドローイング、毎日続けていた1日1枚のドローイングを中心に、セラミックとアニメーションも加えて、お見せしております。一番最初の入り口なので、ちょっと頭を柔らかくして楽しんでいただいて、奥の展示に続くようなお部屋を楽しんでいただけたらと思います。彫刻家の中谷美智子です。絵画と彫刻の間、それでも彫刻よりの作品を作ってます。今回は仮設壁を展示空間に設置することで、作品と作品がそれぞれ関わり合いながら舞台装置のような空間になるように作りました。中村優太です。明治期に日本を訪れたエドワード・ノースは、日本の陶器に魅せられて日本各地を旅しながら陶器を収集していました。ところが近代以降、そうした陶器は姿を消しつつあります。そこで今回の作品では、モースの足跡を再訪することで陶片を収集してきました。お国の陶片があればぜひゆっくり見ていただけたらと思います。西尾吉成です。僕は、普段から一貫して装いとコミュニケーションというのをテーマに、アイデンティティを交換するというようなことを模索してきました。で、今回の展示構成は内側と外側がある入れ子構造になっているんですけども、外側は一見こう楽しい内容になっていて、で内側に日記があるんですけど、それをじっくり読んでいただくと外側の見え方も変わってくるというような内容になっています。5年の間に描いた油彩7点を展示しています。研修を終えて3年が経つのですが、以前は、コントロールしようとすることが多かったのですが、研修を終えて絵との距離感が生まれたのか、もっと画面に委ねて反応しながら描くことが増えたかと思います。そういった変化も一緒に見ていただければと思います。アーティストの守といいます。今回の展示では4つの映像を発表していまして、それぞれ別の作品なんですけども、1つのシリーズから発表しています。で、そのシリーズというのは、17世紀に出版されたオランダで出版された本をインスピレーションにしています。全体でどういう風な空間のリズムがあるとか、その辺も楽しんでもらえたらなと思います。三宅沙織です。フォトグラムの手法で制作しています。フォトグラムは影を印画紙に焼き付ける手法で、絵画の起源と非常に関係が深いと思われています。今回はベルリンオリンピックに出場したある人物の写真を元にしています。ぜひご覧ください。初めまして、森啓太と言います。この度ドマーニ店にて糸を使ったドローイング作品を発表しています。
皆さん、ここに描かれている図像は僕にも分かりません。皆さん、好き勝手に想像してください。よろしくお願いします。ランツーです。僕は多摩美術大学の情報デザイン学科のメディア芸術コースというところでメディアアートを学んできました。で、大学院卒業後からこれまでいくつかの絵を描く装置、ドローイングマシーンみたいなものを作ってきたわけなんですけども、今回のドマーニ展では、それらの僕の過去の作品を、鑑賞する鑑賞者を作りました。で、このセグウェイがこの空間の中をさまようように移動しているわけなんですけども、それを見て、鑑賞とは何かということを考えるきっかけになるような作品になればいいなと思っています。